高崎商科大学は、群馬県高崎市根小屋町741日本部を、奥日本の私立大学である。2001年に設置された、大学の略称は、商大、高商大、タック。併設校に、高崎商科大学短期大学部がある。高崎商科大学3号館、高崎商科大学4号館、高崎商科大学は、 2001年に設置された短歌大学である。教育理念は、前身の高崎小科短期大学が掲げていた、実学教育と人間性の養成、地域社会への貢献を継承している。学部の過程では、小学に関する広い知識と深く専門研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、実社会で活かせる能力と専門性を養うことを目的としている。 大学院の家庭では、学部家庭の知識を基盤として広い視野に立って、精神な学識を授け、流通業をはじめ広く産業界において活躍が期待される高度職業人の育成を目指している。キャンパス内には、高崎商科大学短期大学部が併設され、単位互換制度により、相互の講義が履修可能となっている。自主、自立の人間性に基づいた実学自由 人間尊重、未来創造を教育理念とし、広く深い教養を培い人格の問屋に努めつつ、専門的な教育を施し、もって産業の交流ならびに文化の発展に貢献しうる優位な人材を育成することを目的としている。1906年に創設者である佐藤種により母体となる私立佐藤裁法女学校を創立。 1988年に前身となる高崎商科短期大学が開学。2001年に高崎商科短期大学を発展的に開祖し、高崎商科大学短期大学に設置されていた小学科を高崎商科大学流通情報学部流通情報学科に秘書科を高崎商科大学短期大学部現代ビジネス学科とした。2010年には 流通情報学部流通情報学科を商学部商学科へ名称変更。その商学部商学科を募集停止し解体する形で2017年により商学部経営学科と商学部会計学科の1学部に学科体制となっている。高科学部大学院附属機関短期大学部高崎商科大学では部活動、サークル活動、同好会活動を総称して クラブ活動と呼ばれている。高崎商科大学のクラブ活動は、運動系、趣味志向系、ボランティア系、学術系と多岐にわたり、そのほとんどが学生会の公認クラブである。また、同じキャンパス内に、高崎商科大学短期大学部が併設されている、関係上、学生会組織が一括されており、クラブ活動も、大学、 三大両方の学生が入り混じって活動している。高崎商科大学の学園祭は、彩り霞祭と呼ばれている。併設校である、高崎商科大学短期大学部と合同で、例年10月下旬に、キャンパス内で2日間にわたり開催される。高崎商科大学のキャンパスは、2000年に第6回、高崎都市系鑑賞建築物、町並み部門を受賞。 正門近くに受賞名板プレートが設置されている。また、数多くのテレビドラマ作品、映画作品のロケ地としても使用されている。高崎商科大学では、地域社会との交流活動として、自治体、民間企業との連携事業や、公開講座などを行っている。例えば、大学もよりの鉄道会社である上新電鉄との連携事業では、 地域連携センターが中心となり各種イベントへの参加などにより鉄道会社の支援活動を行っている。高崎商科大学には学校法人高崎商科大学が設置する以下の付属学校が存在している。ありがとうございます。